生産会で子どもたちが「愛の言葉」という諸島協会の歌を楽しそうに歌っていると皆が共感のほほ笑みを浮かべました5人の子どもを懸命に育て,る育てている母親が2番の歌詞に耳を傾けましたあふれる真剣の祝福と喜び信仰と従順の教えは心に響くよう優しい愛の言葉不幸にもその母親はこう思いました うちの子たちはそんな家庭なんか知らないわ。この忠実な女性とあらゆる人にお伝えしたいメッセージは、状況がどうであれ、あふれる真剣の祝福と恵みのうちにいつも生活することができるということです。私たちは時に真剣の力と教会の男性とを過度に結びつけてしまうことがあります。真剣とは老若男女を問わずあらゆる人を救い祝福するために与えられた神の力であり権能です。 人は温かい太陽の光を部屋に入れるためにカーテンを開けることができますしかし太陽や太陽がもたらす光や温かさを所有しているわけではありません真剣の祝福はそのたまものを行使するよう求められている人よりも無限に偉大なものです現世と来世において真剣の祝福と力と約束を受けることはシスべキ障害における偉大な機会であり責任です私たちがふさわしくあれば 真剣の儀式は地上での生活を豊かにし次の世で受ける壮大な約束に備えさせてくれます主は儀式によって神聖の力が現れると言われましたアプテスマを受け聖霊を受け定期的に生産を受けているふさわしい人には皆 神からの特別な祝福が用意されています神殿は永遠の命と約束とともに新たな光と強さを与えてくれますすべての儀式はイエス・キリストを信じる信仰を増して神と制約を交わし制約を守るように招いています神聖な制約を守るとき真剣の力と祝福をいただくのです自分の生活の中で真剣の力を感じたり 制約に忠実な教会員の中に真剣の力を目にすることはないでしょうか新しい回収者が、許しと清めを実感しながらバプテスマのミから出てくる時に目にしています子供や青少年が精霊の導きを感じやすくなってきているのを目にしています神殿の儀式が世界中の義にかなった男女にとって強さと光の灯台となっていると様子も目にしています先月、 かけがえのない男の赤ちゃんが生後1週間で他界してもなお神殿の結び固めの約束から大きな強さを得ている若い夫婦を目にしました神殿の儀式を通じて慰め強さ守り平安延々の約束が受けられるのです ある人は真剣にこう問いかけます。真剣の力と祝福が全ての人にもたらされるのならどうして真剣の儀式は男性だけによって執り行われるのでしょうか。天使がニーファイに神がご自身を低くされることがあなたに分かるかと尋ねた時ニーファイは正直にこう答えました。私はは神ががその子供たちを愛してておられることは知っていますが 全ててののことの意味を知っているわけではありません神剣については私たちは多くのことを知っています私たちは神が全ての子どもたちを愛しておられ人を偏り見られないことを知っています主は男も女も主のもとに来るものを決して拒まれない全ての人が神にとって等しい存在なのである 神の愛が神の息子と娘に等しく及ぶことをよく知っているのと同じように神が男女を全く等しくは想像されなかったことも知っています性別は現世及びライセ来世の状態と目的にとって必須の特性であることを知っています男女双方に神聖な責任が与えられているのです 私たちは主が初めから親権を授ける方法をお定めになっていたことを知っています。親権は最初アダムに与えられました。ノア、アブラハム、モーセは皆、真権の儀式を執り行いました。イエス・キリストは偉大な大祭司です。主は使徒を召して、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んで成人したのであると言われました。 この時代にバプテスマのヨハネペテロヤコブヨハネが預言者ジョセフ・スミスを通じて神権を地上に回復しましたこれが天の御父が神権を授けてこられた方法です私たちは聖なる神権の力が信仰や精霊霊的な賜物と無関係に働くものではないことを知っています成文はこう警告しています神の賜物は多いので これらの賜物を否定しないように進めるこれらの賜物の与えられ方はさまざまであるが全ての人の中で全ての働きをされるのは同じ神である。真剣の儀式を行い受ける時にはふさわしさが重要であることを知っています。リンダー・ケイ・バートン姉妹がこう言っています。儀にかなっていることが生活に真剣の力を招き入れるための条件です。 例えば世界中に蔓延するポルノグラフィーという疫病について考えてみましょう真剣の儀式を施す人はポルノグラフィーに全く関わらないように,にか関わらないということがふさわしさに関する種の標準です救い主はこう言われましたあなた方の秘密の忌まわしい行いを悔い改めなさい目は体の明かりであるあなたの目が悪ければ 全身も暗いだろう誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに勧誘をしたのであるふさわしくないまま生産の祝福やパス用人の祝福神権の他の儀式に参加することはデビッド・エイ・ベドナー長老が言った通り神の皆を乱りに唱えることです。 ふさわしくない場合は真剣の儀式を執行せずに第一のステップとしてよく祈ってビショップのもとへ行き悔い改めて戒めの道に戻る必要があります。義にかなった母親と父親が協力して子どもを導く過程には真剣の祝福が豊かに注がれていることを知っています。 しかし同時にさまざまな環境にある人々にも神が同じ祝福を豊かに注いでおられることも知っています。ある母親が失礼にならないように気をつけ使いながら言いました家族を物心両面で養うという重荷を負うものとして一人の子供を祝福してもらうためにホームティーチャーを呼ぶには謙遜さが必要です。 そして洞察に満ちた言葉を加えました私の子供を祝福するために準備するホームティーチャーにも同じ謙遜さが求められます大官庁会と十二使徒定委員会の会員の持つ親権の鍵によって 地上における主の技が導かれていることを私たちは知っています真剣の鍵の一部は管轄地域内において行使できるようステーク会長とビショップに授けられています彼らは男性や女性を刑事によって召し召された人々は指示を受け任命されることにより委任された権能を行使して 教えたり管理したりします真剣について知っている事柄はたくさんありますが現世のレンズを通してでは神のすべての技について完全な理解が得られるわけではありませんしかし神は我が道はあなた方の道よりも高く我が思いはあなた方の思いよりも高いことを思い起こさせてくださり時が経ち永遠の見地が与えられれば物事をありのままに見て 神の完全な愛が理解できるようになると確信させてくださるのです私たちは皆喜んで奉仕をします時折自分の飯に自分の飯に物足りなさを感じもっと要求してほしいと思うことがあります別の折には解任の時を迎えて喜ぶこともあります受ける飯を決めるのは私たちではありません私はこの教訓を結婚して数年が過ぎた頃に学びました 妻のキャッシーと私はフロルテ州に住んでいましたある日曜日ステッカーク会長会の顧問の方からステッカーク会長会はキャッシーを早朝セミナリーの教師に召すよを強く感じていると言われました私は言いました「困りますうちはまだ子供も小さいですしセミナリーは朝5時に始まりますそれに私はワードの若い男性の会長なんです」彼は微笑んで言いました「大丈夫ですよアンダーセン兄弟奥さんを召してあなたを解任しますから」 そしてその通りになりました誠実な心で女性に考えや関心事を尋ねそれに耳を傾けることは人生に結婚生活そして神の王国を築くために欠かせません20年前の総大会でエムラセル・バラード長老は中央浮上協会の会長との会話を紹介しました その時電動の準備をしている青少年をよりふさわしく備えるにはどうしたらよいかという質問が出ていましたイレン・ジャック姉妹は微笑んでこう言いました「パラド長老ご存知のように教会の姉妹たちは意見を求められさえすれば良い提案をすることができます」何と言っても私たちは彼らの母親なんですからトーマス・エスモンソン大官長は生涯を通じて女性の関心について尋ねそれに応じてきました。 大館長に最も影響を与えた女性はフランシス・モンソン姉妹です彼女が亡くなられてとても寂しく思います最近モーソン大館長は自分のワードの夫を亡くした自分のワードの夫を亡くした84人の女性から多くを学んだということを私たちに思い起こさせてくださいましたビショップ時代の奉仕とその後の彼の人生に 彼女たたちは大きな影響を与えたのです当然ながら宣教師の年齢条件を変更することについて祈りを持って決断する前にモンソン大官庁は中央扶助協会若い女性諸等協会の会長会と何度も話し合いの機会を持ちましたビショップの皆さんモンソン大官庁の模範に従うなら皆さんの神聖な務めを祝福する主の導きの御手を感じる機会がはるかに増すでしょう。 私たた。ちの家族は数年ブラジルで暮らしましま到着してすぐに70人のアデルソン・パレーラと彼の弟でステーク会長会顧問のアディルソンに会いましたその後彼らの弟でフロリアノポリスステーク会長のアダルトンともう一人の弟でビショップのアデルモにも会いました私はこの兄弟たちの信仰に心を打たれ彼らの両親について尋ねてみました 彼らの家族は42年前にブラジルのサントス・でバプテスマを受けましたアディルソン・パレーラはこう言いました最初父は教会に加入して喜んでいるようでしたがすぐに教会に行かなくなり母にも行かないようにと言いましたアディルソンはこう続けます母は近所の人の服を縫って子どもたちが教会へ行くバス代を稼ぎました 4人の男の子たちは一緒に1マイル以上歩いて隣町へ行きそこから45分バスに乗りさらに礼拝堂まで20分歩きました子供たちと一緒に教会へ行けな,行けなくなったパレーラ姉妹はそれでも息子や娘たちと一緒に成文を読み子供たちに福音を教え一緒に乗りました彼らの質素な家は真剣の力の豊かな祝福に満たされました 少年たちは成長し、伝道に出て教育を受け、神殿で結婚しました。神剣の祝福が彼らの家に満ちました。時は流れ、独身になった母親のバニー・デ・パウラ・パレーラ姉妹は、神殿に参入し、自身のデンマエンダウメントを受け、その後、ブラジルで3度伝道しました。 84歳となった今、彼女の信仰は次の世代を祝福し続けています。神の聖なる真剣の力はマチュシスとイエスキリスト教会の中に見られます。ふさわしい状態で真剣の儀式に参加するとき、主は皆さんの力、平安、永遠の視野をさらに大いなるものとしてくださいます。どんな状況にあろうと皆さんの家庭はあふれる真剣の祝福と祝福と喜びに満たされ。 皆さんの周囲にいる人々はその祝福にもっと預かりたいと願うようになるでしょう男性と女性姉妹と兄弟神の息子と娘である私たちは共に前進しますこれは私たちの機会であり責任であり祝福です 私たちの究極の使命は救い主の再臨のために神の王国を備えることなのですイエス・キリストの皆によりアーメン